宮原線は、大分県屈群九州郡九十町のエラ駅から、熊本県阿蘇郡小国町の日後小国駅までを結んでいた、日本国有鉄道の鉄道路線である、1980年の日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法の施行を受け、第一次特定地方交通線として1984年12月1日に全線が廃止された。なお、鮮明の宮原とは、 終点の日後小国駅が設置されていた、阿蘇郡小国庁の大和穴である。廃線後、文後森では、宮原先天観測新関連事業が行われている。旅客列車の運転系統としては、文後森駅日後小国駅間であり、一時期存在した、末端区間を理解しを除く、全列車が久し大本線文後森駅エラ駅間に乗り入れていた。 1956年11月ダイヤ改正当時は、全線直通が5往復、他に夜に、高線寺駅折り返しが1往復だった。1960年までに、旅客列車は、機動車に置き換えられて、全線直通は6往復に増えたが、1967年10月のダイヤ改正時点では、日中の1往復が、土曜日のみの運行に、 また夜の1往復は、宝泉寺駅折り返しとなって、毎日運行の全線直通は4往復に減少した。1968年10月ダイヤ改正では、日中の直通1往復が廃止となり、毎日運行の直通列車は3往復に減少。夜の宝泉寺駅折り返し1往復と、北里駅広小国駅間の区間列車も廃止となった。以後、 1972年までに、夕方の宝泉寺駅発上り列車が廃止された、以外は、路線の廃止まで大きな変化はなかった。車両は、1967年まで、文後森機関区のキハ07型機動車が使用され、末期には大部運転所のキハ40系及びキハ53型機動車の単行が主であった。車掌は、文後森駅所属の駅車掌であった。 1962年頃の日後小国駅改正鉄道不設法別表第113号に規定する予定線の一部で佐賀県佐賀から福岡県瀬高、熊本県ワイフを経て大分県森に至るという壮大な計画であった。佐賀瀬高間が佐賀線として瀬高南間間が東越鉄道として大分県側で本路線が開業したが、 そのすべてがすでに廃止されている。森ワイフ間は森熊線として、これ以前は大分県中津森ワイフ間の森熊境線として計画されたこともあった。宮原線は1937年6月27日にめぐみ両方線時間が開業したが、太平洋戦争の激化に伴い不要不急線として、延伸工事は中止。 1943年9月1日に、機械業区間も休止された。なお、休止区間のレールは、戦時中の金属教室に当てられたと言われている。戦後の1948年には復活し、1954年には、大分、熊本県境を越えて、日後小国まで延伸され、農林資源の開発や観光路線として期待された。しかし、 盲腸線である上に人口が旧薄な県境の高原地帯を走る路線であり、利用は振るわなかった。接続路線の事業者名は、宮原線廃止時。廃止当初はだいぶ交通が代替バスを設定し、1987年時点では、文後森、小国間にご往復運行されていた。その後、1989年に分社化されたクス、観光バスに移管された。 2013年4月1日に、麻生一市、小国間が廃止された。このほか、九州三考バスも有ステーション北里竹の、湯館で一部廃線後に近いルートで路線を運行している。宮原線列車が発着していた、恵良駅の3番線は、線路跡がよく残り、その先では近年まで国道210号をオーバークロスしていたガーダー橋も残っていたが、現在は、 撤去されている。町田駅付近も国道387号線の西側に沿って、築堤がほぼそのまま残り、王子を忍ばせる。町田駅は、レールは撤去されてはいるものの、ホームや駅名標がそのまま保存されている。宝泉寺駅付近の線路跡は国道387号のバイパスとなり、痕跡は全くない。宝泉寺駅跡は小さな公園となっており、 駅名標が保存される。その先は再び国道から離れて、串屋集落を通る。線路跡は別荘地を結ぶ生活道路に転用されており、串屋トンネルは現在も道路トンネルとして使用されている。このトンネルは、旧北陸本線の柳瀬トンネル同様に、交互通行のための信号が設置されている珍しい構造になっている。麻生一市駅跡付近の大分熊本県境では、 国道の拡幅工事が進行しており、かつては国道の東側下を切り通しで通っていた線路跡も森土に渦漏れようとしている。この先は有名な岡本豆腐店の直上を通り、再び国道より離れ、消火線を竹筋橋で越えていく。特に同山川橋梁は沿線随一の撮影スポットであり、小国富士とも称される標高1500メートルの 有害産を背景にした列車の風景写真は雑誌等でもよく紹介された。これら橋梁は多くが国の登録有形文化財に登録されている。北里駅はホームが保存され、地元の特産品や野菜を売る店が立つ。ホームには上屋とベンチも新設されている。北里広小国間の線路跡は大部分が遊歩道として整備されている。元は マウンテンバイクのコースとして使用されたため路面は未舗装のままであり、鉄道時代の面影をよく残す、河野川を竹筋橋で越え、終点小国の手前で一般道路に合流する、日後小国駅跡は道の駅小国となり、駅名標などが保存されている、河野川橋梁跡、宮原線跡地には、河平、貫椎、堀田、潮、井川、道山、北里、 河野川の7本のコンクリートアーチ橋が残っており、2004年2月には国の登録有形文化財に登録されている。これら7本の橋梁は竹筋コンクリート造りとされ、河野川橋梁については建設時に竹筋を目撃したとの証言がある。被破壊検査やコンクリート川調査では竹筋は確認されていない。 ものの一部の橋梁から採取したコア中に竹片が所在することが目視確認されている。小国庁では旧宮原線跡地活用検討委員会が有志によって結成され、これらの橋梁以降を地域資源として活用する取り組みがなされている国土地理委員地図空中写真閲覧サービスが提供している過去の空中写真ありがとうございます。